Shuttles 2020。時刻は6時を少し回りました。早くから神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、こんばんは。 Welcome to 神宮スタジアム。早くからご来場ありがとうございます。スワローズスタジアム DJ パトリックです。そしてフィールドにはもうご機嫌戻っています、東京ヤクルトスワローズマスコットつまみちゃん。はい、今日もよろしくね。 Thank you。さあ、スワローズはね、今月神宮球場での、ラストカードを戦っておりますが、昨日の初戦見事勝利を収めました。2度リードされても追いついて、ね、勝ち越し、そして荒木選手の代打ツーランでダメ押し、リリーフ陣は勝利へとリレー。本当にしまったナイスゲームでした。さあ、今日も勝利に向けて、準備をしています東京ヤクルトスワローズですが、今日来ていただいたスワローズファンの皆さんもね、大好きな選手の活躍、そしてスワローズの勝利のために応援よろしくお願いします。今日も飲食時以外はマスクの着用をお願いします。そして大声出しての、応援はね、ご遠慮いただいておりますので、今日も拍手や手拍子で盛り上げてください。よろしくお願いします。そしてライトスタンドの応援団の皆さん、今日も太鼓を使っての応援のリードをよろしくお願いします。今日も阪神タイガースを迎えてのゲームとなります。タイガースファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さん、こんばんは。共に気持ちいい応援で試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さて、つばみちゃんもね、来ておりますけども、今日は今シーズン3回目のレディースデーです。今日はね、レディースデーユニフォーム、このピンクバージョンをお配りしていますけども、つばみちゃんやっぱりこのピンク一番似合ってるね。可愛いです。スタンドもね、たくさんのピンクを着ているファンの方の姿が見受けられますけども、ピンクでしょ、白、緑、そしてタイガースの黄色、もう色鮮やかでね、フィールドから見ていてもスタンドはとても綺麗です。レディースの皆さんもね、自慢と、熱い気持ちで今日の試合応援よろしくお願いします。今日はこのレディースデーとともに、東京音頭の作曲家中山新平のふるさと信州中野ナイターでお送りしていきます。スーパーカラービジョンでもご紹介しておりますが、長野県中野市をここでご紹介させていただきます。長野県中野市は長野県の北部に位置しまして、人口4万2000人の市です。キノコの生産が盛んで、特にエノキダケは日本一の生産量を誇っております。また近年はブドウやリンゴの生産も盛んで、種がなく皮ごと食べられます。シャインマスカットや長野パープルが人気です。そんなフルーツやキノコの生産が盛んな中野市の特産物をなんと皆さんにプレゼントする企画を本日の試合で行います。本日そろそろ公式 Facebook でもアップされましたが、Facebook、Instagram、Twitter で中野市売れる農業推進室のアカウントをぜひフォローしてください。そして本日の試合の様子をカメラで撮影していただいて、2020信州中野ナイターのハッシュタグをつけて投稿してください。投稿いただいた方の中から抽選でぶどうセット10名様、キノコセットも10名様にプレゼントさせていただきます。当選された方にはダイレクトメールでお送りしますので、中野市売れる農業推進室のアカウント必ずフォローしてください。そして美味しいぶどう、キノコゲットしていただきたいと思います。そしてなんとオープニングトークには素敵なゲストにお越しいただきました、女優の原道子さんです。はい、去年も来ていただきました、はい、2年連続の神宮球場ですが、いかがですか。いや、去年も満席だったんですけど、今日もあのギリギリ満席にしていい人数まで入ったということで、はい、満席ということで嬉しいですね。はい、花道子さんも今日はレディースデーユニフォーム、ピンクユニフォームを着ていただいてますけども、スタンドもね、ピンクに染まってますけども、いかがですか。いや、あのピンクと緑でとっても綺麗です。なんか男性も着てらっしゃる方がさっきお見かけしました。はい、微妙な感じではありましたけどね。さて、私の方から長野県中野市についてご紹介させていただきましたけども、羽田さんからこの長野市を見て、はい、この魅力というのはどういったところを感じておられますか。あの去年中野市を訪れたんですけど、こう山に囲まれて斜面にブドウが
棘があって、それはそれはすごく風光明媚なところなんですね。であの県の名産のえのきだけも美味しくて、すごく美味しいものがいっぱいある。で、あの去年私市役所に訪れたら、みんなが花道を作ってあの通してくださって、心の温かい人たちが住んでる町です。なるほど、はい、人も良くて食べ物も美味しくて、はい、空気も美味しくて、はい、素晴らしい中野市ですね。そうですね、はい、はい。そんな今日ですね、2年連続で花さんには始球式も行っていただきます。始球式への意気込みを聞かせてください。あの去年すごく緊張してマウンドまで届かなかったんです、ワンラウンド。だから今年はちょっとあのゆっくりでいいから届けたいという思いで、はい、ノーバウンドで、はい、頑張りたいと思います、はい、楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。お願いします。今日ご来場いただいた皆さんに花さんの方からお知らせがあるということなんですがお願いします。あの10月9日に私 の、 あの本が出るんですけども、羽田さんに聞いてみた小さな幸せの見つけ方という本なんですけども、あのこういうコロナ禍にあって、あの小さな幸せを見つけることが大きな幸せにつながっていくっていうメッセージを込めた本で、いろいろ私の52年間の歴史を書いてます。ぜひ、はい、ぜひ皆さんね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。羽田さん、始球式頑張ってください。はい、ありがとうございます。試合を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。後ほど登場していただきます。さあ、それでは本日はその選手からのウェルカムコメント、今日はこの選手です。東京ヤクルトスワローズのスワローズです。 Thank you for coming. Never stop.はい、今日先発のソアレス投手からのウェルカムコメントですね。タイガースにはご兄弟の、もねいますのでね、ソアレス対決となりますね。ぜひ今日もナイスピッチングの後押しする応援も皆さんよろしくお願いします。さて、今シーズンの試合では新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたさまざまな取り組みを行っております。スーパーカラービジョンでどうぞご確認ください。楽しく観戦していただけるように東京ヤクルトスワローズより皆様の健康と安心のためのお願いです。球場内ではマスクの着用をお願いします。球場内に消毒液を設置しています。